ひなとさん、今日は自主練に付き合ってくれてありがとうございました。どうしたの？急にかしこまって。ひなとさんの歌声があるのとないのとでは練習の緊張感が違います。漠然と長い時間練習を重ねるよりも、ひなとさんのご協力があるだけでより実りのある練習になると思っています。それならよかったわ。なので私もひなとさんの力になりたいと思ってちょっと持ってきたものがあるんです。よかったら見ていただけますか？ええ、構わないわ。一体何を持ってきたの？これです。ぜひ見てください。これはスケッチブック？ロゼリアの新しい衣装を私なりにデザインしてみたんです。ひなとさんが新しい衣装のデザインで悩んでいたのは分かっていたので、私にできることは何かないかと。とても嬉しいわ。中を見てもいいかしら？どうぞ、お願いします。それじゃあ見せてもらうわね。どうですか？あの、サイホ、いくつか質問していい？どうぞ。全員野球帽みたいな帽子をかぶっているのはどういう意図があるの？それはステージに立った時に上からの照明が眩しくて自分の手元が見えなくなることがあるので、演奏に支障をきたさないようそうしてみました。そう、それは今まで気づかなかったわ。もう一つ聞くけど、全員首からタオルを下げているのはなぜ？はい、練習中はどうしても汗をかいてしまうので、それをすぐに拭えた方が演奏に支障をきたさないと考えてそうしてみました。なるほど、それなら演奏に集中できそうね。ありがとうございます。どうですか、ちょっとはひなとさんに協力できましたか？ええ、参考にさせてもらうわね。そう言ってもらえて嬉しいです。もし必要だったらあと何枚かデザインを。いえ、それは大丈夫、このスケッチブックで十分よ。何かおかしかったですか？いえ、ごめんなさい。このデザインにはサヨの人柄が詰まっているような気がして。私の人柄？サヨは本当にギターが好きなのね。そう思ったら思わず笑ってしまったわ。ありがとうね、サヨ。ということは、もしかして新衣装はそのデザインで決定ですか？とにかく参考にさせてもらうわ。